今回は面白そうなホラーゲーム3つをやったりやらなかったりしようと思います。まず1つ目にやったりやらなかったりするゲームはこちら。なんかただ愛犬と遊ぶだけのホラーゲームってことで、なんかねタイトル画面すごいのどかでいい感じなんだけど、まあ決して可愛いとは言えないワンちゃんがいますね。いや可愛いんだけど、いやいや俺これを全力で可愛いって言ったら嘘になるわ。初めて犬で可愛くないと思ったの。まあとにかくね遊んでこうと思います。遊んでるうちに可愛くなってくるかも。プレイ。あ、フリスビーを投げんだ。これフリスビーだよね。なんかピザの M サイズくらいの大きさあるけど、フリスビーを E で投げると、はい、どこで投げてもいいのか。おお、投げた。あ、いたんだ猫みたいな犬なんだけど、あー、まだ可愛くない。わかんないかも。まだ可愛さマジででけえんだけど、フリスビーが。わー、犬小屋もあってね。なんかでも変な空間ではあるけどね。これ自分の家右はなんかね、どこに投げてもいいのこれ。尻尾鋭利だな。怖、尻尾、犬の尻尾。なんだ、あ、ブルーエリアに投げろと。なんかウィスポーツリゾートでこういうゲームあったぞ、フリスビーのゲーム。よし、あ、偉いね、可愛くなってきたね。そろそろ可愛いね。もう可愛いかも。いや、まだだね。まだ可愛くない。ちょっと一回外したりしてみてね。あ、別に外してもなんか、いや待てよ、あ、別に外したら食われるとかじゃないんだこの犬に。つい命がけのホラー的なことではないんだ。じゃあどうしたらいいんだろう一体。とりあえずもう一回外してみるか。あ、もう絶対これ食われるじゃんこいつ。どんどん犬増えていくのかな。え、やばいか。いえ、おいおい、お前誰だよこの右の犬誰だよ一体。どなた。いや、うちの愛犬じゃないんだけど。おいおいおい、さっきからずっと横取りしてるけど。え、何も言わないのこれね。俺にしか見えてないイマジナリードッグ的なこと。うわぁ、びっくりえ、なんか突然雷落ちて、なんかあいつ誰、あいつ、あ、これ矢印の使い方として合ってるわね。あいつ誰ですか一体。ねえ、やばそうなやついるんだけど、どうする。まあ、一回投げてみるか。何なんだろうこれ。あー、でもちょっと可愛く見えてきたワンちゃんは。また青エリアでいればいいのか。雨降ってるし、これどこですか。家じゃなさそうだよね。え、これひたすら続けんのまだやってる場合じゃなくね絶対。なんだ、なんか今嫌な音したな。とりあえず投げるか。9で9。お、後ろを振り返ることができる。はあ、何、襲われる的なこと後ろから。え、とりあえず投げ続ける。なんだえ、あれ犬が人間を散歩させてるな。いや、肘と膝痛いだろ相当。え、なんで裸なん。めちゃめちゃセンシティブなんだけど、なんか。え、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、フリスビーやってる場合じゃないかもしんない。この世界もしかしたら、人間が犬に飼われてるかもしんない。確かになんかおかしいと思ってんだよね、このフリスビーのさ、投げる場所を指定されんの。俺だって、犬が投げてほしい場所に。どっか行った。うん、犬が投げてほしい場所に俺投げさせられてるもんね。そういうことをもしかして。お前はどうせ犬に飼われてるんだよってこと。うわー、なんか深いゲームではあるか。いや、全然別に深くないよ。間違ってるよ、それは。うわー、でも、ワンちゃん飼いたくなってきた。なんだ、なんだ、ドッグフードだ。ちょっと、ワンちゃん、どういうこと。これ、ドッグフードが踊ってる。やたら実写みたいなリアルな写真貼り付いてるドッグフード踊ってる。わけわからんし、待て、あれ、カカシみたいになってる。何あれ、カカシみたいになってない。カカシだったあれは。ちょっと待って、やばい、近づいてきてる。待って、ドッグフードに食われるかも。何したらいいのこれ。何したらいいの。
とりあえず俺はフリスビー投げることしかできない。やばいか、大丈夫そう、まだまだ襲われてない。とりあえず投げるよ。失敗したら食われるとかかな。おい、別に大丈夫だ。なんだ、ドッグフードに食われるってどういうことこれ。お、あれ消えた。いや別に襲われるわけじゃないの。いやー、わからんな。ちょっと待って、世界観狂いすぎててさ、ワンちゃん可愛く見えてきたかも。なに、もしかしてさ、これさ、どんどん世界がおかしくなっていくことによって、本当は可愛くなかったワンちゃんが可愛く見える的な現象？深いゲームかもしれない。てか、こんな考察いるのかな？あー、なかなか難しいな、でも。絶妙な距離感。ここ！はい、来たー。あ、別に何も来ない。でも、かかしあれ近づいてきてるよね。確実に。怖っ。あ、ミスった。いや、でもワンちゃん可愛いな、普通に。可愛くなってきたわ。あー、飛ばしすぎたか。うわー、びっくりした。え？なんですかこれ。え、なにこれ、この、なんだろうこれ、手足ストローみたいな。なんだこれ、犬ではないよな、これ。まあ、いいかするで。なんだこれ。やばい。わけわからん。もう一回見てみる？いない！幻覚だったんか？いや、マジでわからん。え、待って、愛犬めっちゃ可愛く見えてきた、逆に。待って、めちゃめちゃ可愛い。この、狂った世界での愛犬めっちゃ可愛いわ。すいません、最初。全然可愛くないとか言っちゃって。めっちゃ可愛いです、正直。はい、唯一の癒し。この狂った世界での。待って、とりあえず続けるか。いや、これさ、オチはさ、このワンちゃんに俺が散歩させられるとかか？さすがに。なんか矢印の速度激しくなってきたんだけど。フリスビー投げるのにそんな悩まないでもらっていい？後ろ見とけ一応。大丈夫そう。そんな悩むことある？フリスビーただ投げるだけに。あー惜しい。手元が震えてんのかな？大丈夫か？ほい。オッケー。なんだ？え？うわ、なんだ？え、場所変わった。なんか森みたいになった。後ろ振り向けなくなった、しかも。なんだここ。どういうことなん？あ、ちなみに、カメラは操作できないんだよね、自分で。そう言うの忘れてたな。なんで前しか向かないのってみんな思ってたかもしれない。あれ？え、目的地なくなった。うわ！飛ばしちゃった！え？うわぁ！おい、待って、なんだこのゲーム。しかも最後も何これ、飼われてんじゃん結局。何そのペニーワイズみたいな。いやいや、謎ゲーすぎる。どういうことが伝えたいのこのゲームは。本当にびっくりした。最後すっごい雑なびっくりのさせられ方した。お、もう始まった。続いてはね、電車に乗るゲームをやります。それは嘘なんだけど。え、これもう外なんだけど。車掌がいない、この列車。車掌がいないんだけど。怖っ。いやいやいや、それはないでしょ。どうすんだよ帰り。行ききりこの列車。あー、見えないな。ノースウッド B に向かってるっぽい。すごいリアルな列車が。いや、前もいない。ええあ、着いた。あ、なんか今着かなかった。うわー、びっくりした。やばい、 iPhone 落とした。びっくりした。すげー、びっくりした。なんじゃい、いきなり。おい、爆音すぎるって。びっくりしすぎて iPhone 落としたんだけど。え、何？なんかついたけど。おい、待て。なんだ？これ押すの？なんだ？ちょ、感度高すぎる。でも感度変えられない。このゲーム。不親切なゲームだ。なんだ、ここはバックルームっぽいな、ちょっと。若干バックルームっぽい。走れる。タイトルはね、テッドだったね。テッド。なんだ？5。ん？
E 赤黄色緑どういうことだ。135は5は何も押すなってことか。これどういうことだ。 E ね、これ謎解きってことでしょ。え、これ5はでも書いてないな、色が。なんだこれ。はエレベーター的なものがある。降りてきてない。でもこれ5をなんかしないとダメなパターンなのか。なんか謎解きの要素があるかと思いきやないんだよね。なさそうだよな。なんだこれちょっと待って、ね、突然すぎて何もわからないね。これ何もないのが正解なんじゃないのか。どういうことだ。 E ってなんだろう。 E って全部下ろす。一回んなわけないか。さすがにね。いやこれ組み合わせ何個あんのって話だよな。でももう意味がわからないよなこれ。緑が 1? いやこれもう意味わからんよ。なんかあるんだろうね。でも謎解きが一緒な色とかはではないもんね。でもん右に書いてある5っていう数字はここが5っていうわけじゃなくてこのレバーが5ってことなの。もうどうなってんだこれ。ロエマジか。うわー、わかんないで解いちゃったんで、誰かわかる方がいたらコメント欄でお待ちしております。行ってきます。もう二度と解きたくないです今の謎解き。はい、苦しかった。ホラーゲームやっててめちゃめちゃ苦しいと思ったの初めてかもってぐらい。何が入ってんだろうここには。結構ちゃんと包装されてる電子部品かな。なんだこれ。なんかある。 Pay here。 なんだろうこれ。 ATM ではなさそうだね。なんか駐車券とか買う、食券あれかな、ラーメン屋の食券とか買うやつなのかな。なんか引きずった跡あんね。ここは開かないと。でジャンプが幸いできる主人公だからこっから渡っていくのか。はっ、いや何が起こるか分かんないな。でもえ、何これ矢印。あ、なんかある。Have you seen this dog? また犬？また犬なんだけど。犬に関わるゲーム多いな、今回。うわぁ、びっくりした！びっくりした！何？え？って、うわぁ！ちょ、音響バグってるくらいうるさいって。え？テッドってそういうこと？テディベアってこと？普通にそのまま。びっくりした。しかも、普通にいたけど。ちょっと待って、もう一回待って、こっから。おい、またあの謎解き変わってないか。変わってるくない。あ、変わってないわ。じゃあこことこことここじゃなかった。違う、え、どこだっけ。あ、こうだ。いや、わけわからん。順番とかじゃないんだあれ。何個下ろすかなんだ。なるほどね。うわ、びっくりしたな。ちょっと逃げなきゃいけないのかあいつから。オッケーオッケー。とりあえず、なにこれ、もしかして入場券買ってないから、テッドに殺されたってこと？可能性あるか？おい、お前金払えよ、みたいな。お前楽しんでんだから金払えよ、コンテンツには、みたいな話、これ。そういうこと？全然可愛い犬じゃなかったけど、あれ待って、出待ちしてんだよ、あいつ。いるおい、見えてんぞ！おい、見えてんぞ！いるな！右に走るよ。来てる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 。前かがみなのが怖いのよな。とりあえず走ります。うわーやばい。うわマジかよ。そんなすぐに画面あっか。さあ行くぞ。でも幸いなことにスタミナは無限っぽいから。あとでもこれね、俺なんかね、角待ちされるパターンな気がすんだよね。なんか今のこのテディベアの配置的にこういうとことかで肩に待たれてんじゃないかな。うわー、なんで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 、つまり最短を行けと。なるほどね。そんな余裕持ってられないと。角待ちにお前は捕まれ一回って言われてんな、これ。あ、もう最短行かないとこれ捕まんだな。うわー、ひどいゲームだぞ。絶対これ捕まる。わかる。もう怖いもん、角曲がんの。あー、もう怖いよ。なんだ？
落ちんのか。ストップで書いてある、絶対嘘。うい、ざまー。え、落ちてきた、落ちてきたっぽい。俺だけ落ちてきた。うわー、またこのパターン。これ絶対来るやん。え、なんだ、え、なんだ、怪しい。ん、何が起きた、なんなんだ一体。とりあえず下ろしてみるか。もう普通に開くんだ。2個やんないと開かないパターンかな。さては大丈夫か。いなかったね。なんか落ちてる書類みたいな。こんな3枚だけなんかとりあえず置いときましたみたいな、雰囲気出すために書類置きましたみたいな、やめて。なんだ、絶対いるよねこれ。もう絶対いるよ、絶対待ってるよあいつ。いないんだ。いないの、逆に。待てよ、後ろ危険、前も危険、どっちも危険。どっちでも逃げられるようにしとこう。あ、大丈夫だ。え、やべ、なんで、なんで、なんで前から来んのこいつ。これ閉めれる。え、待てよ、どうしていいんだ。あ、絶対ダメだ。うわ、絶対ダメだよね。え、終わった、死にいべもしかして。え、おい、そういうパターンかい。逃げ切れないのね今のは。お、いきなり始まったの。次はね、映画のシャイニング、まあ、結構有名な映画なんだけど俺見たことないんだけど、シャイニングを題材としたゲームらしい。わ、なんかめちゃめちゃ雰囲気のいい場所来たな。ここが舞台なのか。うわ、かっこいい。なんか映画っぽいね、確かに始まり方とか。マッドネスナイト、めっちゃ喋ってんな。おー、おー、なんかかっこいい。シャイニング、これ見たことある人はもう今、うわー、あのシーンだってなってんのかな今。俺は見たことないから、もうなんかただすごい耳元で おっさんが支えてて、ちょっと嫌なんだけど。ただ、なんて書いてあるのこれは一体。え、あ、子供がいる、遊んでる、なんかホテルみたいなとこだね。子供部屋にしては広いもんね。あと絨毯の模様が嫌い。え、なんだ、なんだ、襲われんのか。やっぱこれホテルみたいなとこじゃない。え、どうした、なんか見つけた。あ、子供を操作すんのか俺。え、これみんなシャイニング見たことある人はもうあれなの、すごい興奮してんのかな。え、シャイニングのあのシーンだみたいな。俺はわかんないけど、シャイニングのあのシーンなのかかどうかが。まあ多分きっとシャイニングのあのシーンなのでしょう。ちょっとこれで興味が出てきたら、シャイニングっていう映画を見ることになるかもしれないから。あ、タバコ危ない、タバコ危ない、近づいちゃダメよ。あー、こういうおじさんとか娘、あ、この二人の女の子見たことある。これがシャイニングか。なるほどね。もうそれくらいしか俺情報ないんだよな。とりあえずあのなんか三輪車みたいなの乗りに行くのか。235、やっぱホテルっぽいね。237、236、とりあえず乗りに行ってみるか。なんかあるよ、ボタンみたいなの。これなんだ、これライトか。あー、これ乗りたかったの。わ、自分の服と同じカラーだね、色合いが。え、乗れないんだけど、これ何、え、何これ、え、なんだ、え、は、なんかバグったんだけど、パソコン。うわ、乗った。なんで、え、乗った。え、こんなシーンあんの。え、分からん、どこ行ったらいいの。なんかめっちゃおもろいんだけど。とにかくめちゃめちゃおもろいんだけど、どこ行けばいいのこれ。いけいけ。あー、電話とかも古いね。おい、お通りだ、俺様の。俺がこのホテルの管理人だ、総支配人だ。
おい、おい、誰かいねえのか。なんで誰もいねえの。え、なんか怖いこと起こるんだよね、これから。おい、いるか誰か。はい、ブン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 。恥ずかしくなってきました、一人で言ってて恥ずかしい今のブンブンって。なんか実況してて一番汗かいたかも今。なんで俺こんなこと言っちゃったんだろうって、実況中に反省をしてる今。それも恥ずかしい。なんかあれ、さっきと同じ部屋、これ同じとこじゃない。なんか同じとこぐるぐる回ってないか。なんだ、237、鍵開いてるシュールすぎだろ。見つけたね、開いてる部屋を。見つけてしまったな。なんだこの部屋、一体何が待ってるんだ。まさか殺人事件か。え、何、237号室に行けってこと。え、分からん分からん分からん。なんで一回リセットされた。とりあえず237号室は、え、ここじゃない。あ、後ろパックできない。あ、今のとこだったよ。あれ、これだったよ普通に。え、謎すぎる、謎ゲーすぎる、やばい。シャイニングの魅力が伝わってこない。ただ男の子が三輪車で廊下走ってるだけ。これ普通に下手したら迷惑行為だよ、ただの。これツイッター行きよ、これ。あ、X 行きか、今はもう。今 X 行きだよ、これ。てか、待って、なんかこんなとこに。えぇ、灰皿浮いてる、シャイニング怖っこれシャイニング一番の名シーンじゃない、灰皿浮く。えぇ、おいおい、テレビ見るときは画面から離れろよ。こち亀で習ったでしょ。え、てか何これ、何も起きないんだけど。237号室でなんか起きんじゃ、あ刀身おかしいだろ、これやばいんじゃない。あ、やばい、動けない。え、どうなんだ、シュールすぎない、マジで動けないよ。いや、シュールすぎる。バックできないからね、ちなみに。逃げれないよ。何？幻覚ってこと？え、グロ？急に。え、シャイニンググロ？このゲームのせいで俺の中のシャイニングのイメージが。終わってないよね、さすがに。まだ終わってないよね、これ。なんか物語っぽいんだよな。なんだ、これ。わかりません。はい、なんか長文の英単語になればなるほど意味がわかりません、僕。おっと、え、急に頭身変わった人間出てきたけど、成長したってこと。斧持ってる。え、どういう状況、え、どういう状況これ。やべ、なんか主人公変わった。あれ、成長したんかな。あ、すげえ動ける、自由に。なんだ、いやー、すごいな、上下が、上下のその運動が激しいね、こいつ。走るときになんか同じとこっぽいけど。どこへ逃げたんだい。これね、シャイニングの敵側ってこと。どこへ逃げたんだい。隠れても無駄だよ、この斧で。あ、下もあんのか、この。あ、いけない、この斧で。ちょっと撫でるだけだからね、みたいなこと。俺シャイニングわかんないからさ、その主人公の名台詞とかわかんないんだけど。シャイニングスターがあれだよね、テーマ曲とかではないよね。一応シャイニングスター流しとく、ここにも、このシーンでも。懐かしいな、あの曲。てか、どこ行った、あいつ。あ、え、待って、こんなことできんの。待って、まずマジか、こういうことやるのかな。いるか、おい、いねえのか。おい、出てこい、おい、出てこいどこ行ったんだ。おい、ここにいんのか。あ、すげえ、扉開く。おい、いんのか、ここに。出てこい。あ、すげえ、扉開けれる。せんま、洗濯部屋だった、まさかの。いや、出口なのかな、普通に。いや、おい、ご公室にいるんだろ。おい、分かってるぞ、俺は。おい、ご公室にいるんだろ。早く姿現せ、無駄だぞ。隠れてもいたんだけど、普通にびっくりした、普通にマジでいたんだけど。おお、まだ逃げる、まだ逃げる、普通にいた、びっくりした。今普通に出口とかにいるパターンかと思った。4号室にいるんだろ。おい、
出ておいで。無駄だぜ、隠れても。隠れて無駄だぜ。いるんだろ。入れない。もう入れない、普通に。入れない部屋もあんだ。出口行った方がいいのかな、これ普通に。ここは、なんか開かないとこもあるんだよな。どこだ？どこ行った、あいつ。3号室にいるんだろ。これ全部の部屋やんなきゃいけないのかな、もしかして。結構大変なんだけど。うわぁ、13日の金曜日ですよ。え？なに？なにも叫ぶ声。すごい、なんか家なのか、ここは。ホテルとかじゃなくて。おいおいおい、ここにいるんだろ。無駄だぜ。ダイイングメッセージ書いても。俺が割っちゃうからね、扉は全部。いた！行け！はっ、どうだ。うわぁ、グロ。シャイニングって、あれなのか、殺人鬼的なやつが来るっていう話なのかな、もしかして。あー、逃げきれなかったみたいな感じか。あれ、このパート始まった。あ、この子は逃げてんのか、頑張って。走り方おもろ。寒いでしょ、でも、こんな場所。ちょっと早く行こうね。あったかいところ早く行こう。ちょっと待って、この子が俺やられたら、ちょっと結構普通に精神的にショックなんだけど。子供はさすがに、大丈夫だよな。なんだこの明かり。どっち行けばいいの？こっち？いや、わからん、わからん。何ここ。メイズランナーみたいなとこ走ってんだけど、おっと？何？何が起きた？嘘でしょ？いや、無理だよ。なんでそんなことさせんの、俺に。あの子？ダニーっていうの、あの子。嘘でしょ？触れる？斧。あ、でも斧は触れない。よかった。これ、斧振らないパターンだ。多分。普通の人。おもろ。なんか、ちっちゃい、なんか、中野さんみたいな、芸人の。ちょっと待って、どこ行った？でもなんか家族かと思ったんだけど、てか、自分かと思ったわ、なんか成長した。ちょっと違った。二度前だ。なんだ？どんどん切り替わってくのが、これ、子供パートと。え？なんで？え、なんで？凍っちゃったの？え、怖ー、シャイニング。怖ー。雪降りすぎて探しすぎて凍っちゃったってこと？怖ー、シャイニング。見たくなってきた、マジで。めちゃめちゃシャイニング見たくなってきたんだけど。すごい、これ。終わった！めっちゃ見たい、シャイニング。怖ー。人が凍る物語なの？シャイニングって。終わったー。怖ー、シャイニング。普通にさ、予告編とかよりも一番宣伝になったよ、シャイニングの映画の。